はい、私は現在渋川駅前にいます。ここからどこに行くかと言いますと、路線バスに乗って伊香保温泉に行きます。それでは今回の動画もよろしくお願いいたします。群馬バスの方は伊香保温泉に行くバスは1日3本ですが、もう一社関越交通が運行してます伊香保温泉行きの方が本数がたくさんあります。15時25分発のバスに乗車します。はい、それでは乗車することにしましょう。発電所入り口でございます。運賃は途中から乗客私一人となってしまいました。次は道の辻でございます。水沢うどんの店が並んでいる前を通ります。こちらの広い駐車場の奥に水沢観音があります。はい、バスを降りまして、今回はこちらの伊香保グランドホテルに宿泊します。外はかなり雨が降っていますので、中に入りたいと思います。ホテルの玄関を入りまして、右奥がフロントとなっております。今回は313号室の部屋となっています。部屋の中はこんな感じとなっております。枕も2つ並んでまして、ラブラブベッドのようです。はい、冷蔵庫がありまして、こちらには、お茶のセットと、コップが置いてあります。それではこちらを開けて中を見てみたいと思います。まあ、温泉なんですが、ビジネスホテルみたいに、小さな浴槽と、このように、トイレがあります。はい、それとあとこちらの扉を開けますと、
これ丹前と下に、タオルとバスタオルと、こちらに、浴衣の紐が置いてあります。あ、それとドライヤーもあります。こちらに温泉付きの大浴場がありますので、せっかくなので、そちらの方に入りたいと思います。それでは部屋の中でゆっくりしたいと思います。はい、それでは今からお風呂に入ってきます。はい、お風呂に上がってきまして、お湯の温度は熱くもなくぬるくもなくちょうど良かったと思います。それと山の温泉らしくて、お湯が茶色く濁ってました。今から食事と言いたいところですが、19時半からの予約でまだ時間がありまして、1時間カラオケが無料ということなので18時から、そちらに行きたいと思います。それまでちょっと部屋でゆっくりしたいと思います。はい、それでは今から、私の人生初一人カラオケに行ってきます。フロントでマイクをお借りしまして、部屋の方は1号室だそうです。では今から一人カラオケ大会を始めたいと思います。歌っている様子は著作権の関係がありますので、何を歌っているかは秘密です。今までは友人や仕事の仲間としかカラオケに行ったことがありませんが、一人でカラオケに行ったのは初めてですが、割と楽しかったです。エレベーターホールの近くにはゲームコーナーがあります。はい、一人カラオケも終わりまして、今から夕食に出かけてきます。夕食はバイキングとなっておりますので、最初にこちらをいただきたいと思います。飲み放題のコースにしてますので、お酒もしっかりいただきたいと思います。この後もこんな感じで食事をとってきました。梅酒も美味しかったです。最後はデザートいただきまして、あとは部屋に戻って寝たいと思います。おやすみなさい、また明日。はおはようございます。はい、おはようございます。今から大浴場に入ってきます。はい、お風呂にも入ってきまして、今から朝食に行ってきます。朝食もバイキングとなっております。朝食はこんな感じで取ってきました。サラダとうどんもいただきます。
こちらは野菜ジュースになります。あとはコーヒーを飲んで部屋に戻りたいと思います。食事が朝夕バイキング付きで、しかも飲み放題がついて8500円ほどでしたので、とても安かったと思います。それでは今からチェックアウトしてきます。送迎バスも出ているみたいなので、今度はこちらを利用したいと思います。はい、それではご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また次の動画もよろしくお願いいたします。